今日開かれた運営委員会には佐賀さくらマラソンを主催する佐賀新聞や佐賀陸上競技協会、県など5団体からおよそ20人が出席し、来年の大会はオンラインで実施することが決まりました。大会の参加者は GPS 機能で走った距離や時間などが分かるスマートフォンアプリタッタを使い、フルマラソンの距離 42.195 キロを競うということです。また期間は来年3月中旬から2週間となっています。定員や参加料、制限時間は例年のものが見直され、具体的な大会概要や募集方法は来月初旬までに決まる予定です。今年の佐賀さくらマラソンは3月に予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で開催が中止となっていました。